春の陽気に誘われて男鹿市にやってきたヨンちゃん。木のぬくもりあふれるお店を見つけました。去年の12月にオープンした小鳩の言葉。まず出迎えてくれるのは子供心も大人心もくすぐる懐かしの駄菓子の数々。そしてレトロかわいい雑貨です。お店の主役は自家製のコッペパン。30種類以上あるメニューの中には午前中で売り切れてしまうものも。美味しさの秘密は神戸の名店から生地を取り寄せて毎朝焼き上げるふわっふわのパン。挟むのは従業員がアイデアを出し合った多彩な具材。中でも人気なのがこちら、その名もお子様ランチコッペです。食べ盛りの子供はもちろん幅広い世代から支持を集める懐かしの味です。他にも定番のおやつ系からがっつりおかず系まで豊富なメニューが揃います。当店は障害や病気のある人たちが働きながら社会への参加を目指す就労継続支援 B 型事業所です。お店での仕事を通じて社会とのつながりを持ってもらい、従業員とお客様両方にとって心落ち着く居場所になればと考えています。優しいお店で優しい味を楽しんで、体も心もポッカポカになったヨンちゃんでした。わっ！ ABS は開局70周年。